慶安源ン慶安源イの墓慶安源ンは、室町時代後期の臨済宗の僧。薩難学派を形成した。慶安源ンと表記される場合もある。長戸国赤間関出身。9歳の時出家し、上京して、京都南禅寺のお門民栄和や京城甘根林らに、学んだ。その後、文語国万寿寺に赴いて、学問を学び、大内吉高に招かれて、 郷里長戸国長福次十字となったが、1467年には、県民の3号選の三合戦士官となって、民に都会して蘇州などを遊学し出子学を極める。1473年、日本に帰国したが、応仁の乱による戦火から逃れるため、岩見国に避難した。1478年、島津忠政に招かれて、 大隅国正沖寺、日向国流玄寺の十字となる。さらに島津忠康に招かれて、薩摩国の刑事院で、朱子学を講じた。また、伊地知重沙だと大学商区を観行して、朱子学の普及に努めたことから、薩南学派の祖として、名を成した。日本で初めて、手記の、四所集中を講義した、清片秀が施した訓展を源氏が補正し、さらに、 それを、南浦文これが改定したのが、文の点である。文の点は、近世、四書読会の主流となった。その後、県人寺や南禅寺の十字となり、1502年に、薩摩に東喜安を営んで同地に住んだ。1508年、82歳で死去。著書に、河宝山と天、島影文集、島院漁章など、多数ある。 ありがとうございます。